タジオジブリ宮崎駿監督、先イコール立つ先の10年ぶりの新作映画となった、君たちはどう生きるかが、米ロサンゼルス現地時間10日夜、日本時間11日午前に開催された、第96回アカデミー賞で、長編アニメーション映画賞を受賞した。プロデューサーの鈴木敏夫氏が直後、都内で会見を開いた。会見は何でも答えたいという鈴木氏の意図もあり、すべての質問に回答した。その中で別人みたいだとネット上で話題となった第96回アカデミー賞のライブストリームに登場した宮崎監督がトレードマークのひげを剃っていたことについても質問が飛び出した。